こういうことだって こういうのそれ一番厄介よね。でもうヤスリで削る、はいはい、こういうのはあるあるなんでね。え、ちょっとの差なんですけど、ね、うんうん、カバンの巻き込みを防止するプロテクターを今から取り付けていきたいと思います。動画にも出てましたように2点止めです。1つ目はリアのねショックの上のあたり、このネジで一つを止めて、もう一つは後ろの方の小さなネジで止めるということになります。きっちりつけることができるか心配ですけども、一回やってみようと思います。無事にボルトが取れました。このネジが実際にパーツのネジ穴に入るかどうか、この前犬田さんのとこでは入りませんでしたが、このボルト入るかどうかやってみようと思います。これで締め込んでいきます。完璧、きっちりついた、 OK です。あとはね、後ろのネジ締めたら終わりです。こちらのネジですね、この小さいネジを締めたらおそらく外れることないと思います。よかったです、井田さんに穴開け加工もしてもらったんでね、やっぱりやってもらってよかったです。これ締め込んだら作業完了です。ちょっと作業ぎこちなかったですけども、締め込むことができました。あんまりトルクかけるとネジ穴壊れそうなんで、このくらいでやめておきますね。仮にこのネジ飛んだとしても、前のショックの方ねしっかりついておれば、まあ、大丈夫かなと思います。まあ、ここの辺りは定期的にネジ緩んでないか、しっかりね点検する必要があるのかなと思います。井田社長ありがとうございました。おかげで綺麗に取り付けられることができました。